はい、どうも夜です。今回はドラゴンクエストタクトをプレイしていきたいと思います。まだですね、ドラゴンクエストライバルズをプレイしている途中なんですけれども、ドラゴンクエストタクトが急遽配信になりましたので、こちらをプレイしていきたいと思います。ゲームの画面が縦画面なので見にくいかもしれませんが、プレイしていきましょう。どこからともなく不思議な声が聞こえる。聞こえるか。私の声が。私はそなたをこの世界に呼び出したもの。かつて人間とモンスターが仲良く暮らしたこの世界に、再び強大な闇が迫ろうとしている。どうか救ってほしい。私が愛したこの世界を。このタクトをそなたに託す。タクトを使えばそなたに味方するモンスターに指示を出せるはず。モンスターと心を通わせ、協力し合い、大いなる闇に打ち勝つのだ。さあ、目覚めの時だ。え？死んでる？あれ？息してるし、寝てるだけ？起きて！起きてなの！モナン殿、気を失っている人をそう乱暴に扱うものでは。だって人間なの。人間がこんなところにいるなんて不思議なの。気になるの。あ、起きたの。こんなところで寝るなんて不用心なの。モナン殿の言う通りです。この辺りは凶暴なモンスターが多い。ひとまずここを離れましょう。にゃあ、早速敵のお出ましなの。むう、これはいけない。モナン殿、その方を頼みます。任せるの。って、まだ名前も聞いていないのに、あなた、名前は？はい、というわけで、ここは、私の名前にしておきましょう。夜というのか、ん？なんだこれは。力がみなぎってくる。え？夜が持ってるそのタクト？私たちに力を与えるものなの？だったらそのタクトで指示を出して敵をやっつけてみてなの。あ、スライムかわいい。ターン1。早速モンスターに指示してみるの。どこに移動してほしいかスライムナイトに教えてあげるの。青いマスをタッチして移動しましょう。ここまで移動できるのね。次は攻撃なの。敵モンスターをタッチして攻撃しましょう。攻撃。くらえ。スライム A に8のダメージ。特技も使ってみるの。先行突きをタッチしましょう。先行突き。範囲内の敵すべてに威力110の物理ダメージを与える。くらえ。スライムナイトの先行突き。夜ってすごいの。とっても上手な指示だったの。まるで軍師様なの。モナン殿の言う通りです。とても動きやすかった。夜殿。そなたはどうやら不思議な力をお持ちのようだ。その力のこと、もっと知りたいの。村長なら何かわかるかもしれないの。一緒にイブリ村までついてきてほしいの。夜は3000ジェムを獲得した。急に世界観が。まずは2章1話をクリアしてスカウトをしよう。強いモンスターを仲間に。かっこいい。グレートドラゴン、アークデーモン。今獲得した3000ジェムがあれば10連スカウトができるぞ。はい、とりあえず左下の冒険に矢印が出てますので、ここを進めていきましょう。
ストーリー、これでいいのかな。なんか可愛いスライムが。始まりの導き、うわーなんかめっちゃ楽しそう、ワクワクする。一章一話、特技を使え。パーティー、多分仲間が、まだスライムナイトしかいないのでパーティーを組めないんですね。できることがまだ何もないので、出発しましょう。出発。この音楽いいなぁ。イブリ村の村長はガルネ様っていうのよ。いろんなことを知っているの。ガルネ様ならその光るタクトのこと何かわかるかもなの。おっと、のんきに話してる場合ではなさそうだぞ。新手の敵のお出ましだ。魔物の群れをやっつけろ。一旦。そしたらじゃあ、移動して倒していけばいいのかな。スライムの目の前に移動して、MP9 あるから先行突き。くらえ。よっしゃ、倒した。ターン2。あ、敵のスライムは1マスしか移動できないのかな？あ、でも斜めからでも攻撃できるんだから、なんで攻撃してこなかったんだろう。スライムナイト、攻撃。あ、斜めからは攻撃できないんだ。攻撃。はい、倒したー。楽しいな、これ。すごいの、バッチリなの。やっぱりあなたは特別なの。あ、そうそう、モンスターはね、戦いに勝つとレベルアップして強くなれるの。どんどん戦ってレベルを上げれば、きっとこの先何が来ても楽勝なの。ささ、ヨル殿、モナン殿、イブリ村まで先を急ぎましょう。スライムたちをやっつけた。10ターン以内にクリア。5ターン以内にクリア。仲間を一体も倒されずにクリア。スライムナイトは18の経験値を獲得。レベルアップ！やばい、これめちゃめちゃ楽しい。レベルアップ要素もあるし、どういうパーティーを組むかっていう楽しさもあるし。報酬を手に入れた。ジェム、ゴールド。次へ。一章二話、遠くから当てろ。今回は一章一話、特技を使えまでプレイしました。キリがいいので今回はここまでにしましょうか。次回は一章二話、遠くから当てろをプレイしていきましょう。このドラゴンクエストタクト、レベル、特技、パーティー編成、戦い方、たくさん楽しめそうな要素がありますので、次回の動画も楽しみにしていてください。ご視聴ありがとうございました。夜でした。